MNSPATV。住友生命プレゼンツ。浅田真央の日本スマイル。皆さんお元気ですか？浅田真央です。先週は初めてのラジオパーソナリティということで、とっても緊張しましたが、1回目の放送中にリスナーの皆さんからたくさんのお便りが届きました。ありがとうございます。なのでちょっとだけ紹介したいと思います。まずはラジオネーム菊池さんからいただきました。充実したプライベートについてのお話が聞けて、ファンとしてはとても嬉しかったです。真央ちゃんの癒しボイスにさらに磨きがかかり、とてもほっこりした気持ちになりました。ありがとうございます。そうですね、先週は自分のプライベートのことも話したんですけど、またこうラジオをやらないと声だけ聞くってなかなかないと思うので、まあこれはラジオをやらなかったらわからなかったことかもしれませんね。ありがとうございました。そして北海道札幌市にお住まいのラジオネームメリルさんから届きました。真央さんの声の波長が心地よくて、あっという間の癒しの30分でした。選曲も来るか来るか来たーなファンにはたまらない直球ストライク。真央さんのいろんなシーンを思い浮かべながら、人生初めてラジオを聞きながら涙しました。ありがとうございます。そうですね、私が選曲した曲はスマイルとアゲンだったんですけど、私もこう聞いてて来た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 って感じだったので、まあ、同じ気持ちになったと思います。はい、ありがとうございました。さて、浅田真央の日本スマイル、今日の内容をご紹介します。まずは私の近況報告、皆さんから寄せられた質問にお答えします。続いては初めてのインタビュー企画、マイクを持って宮城県の気仙沼に行ってきました。東日本大震災から4年ですが、ボランティア活動をしながら頑張っている私の同世代の方々にお会いしてきました。インタビュアーの私もお楽しみにしていてください。そして番組の後半では皆さんから届いた30歳までにやりたいことをご紹介します。そして私が選んだ曲もお届けしますので、今日も最後までよろしくお願いいたします。ようこそ、住友生命プレゼンツ、浅田真央の日本スマイル。この番組は、あなたの未来を強くする、住友生命の提供でお送りします。改めまして浅田真央です。今日はこんなお便りが届いています。東京都文京区のラジオネームミッキーさんからお便りをいただきました。去年の5月に真央ちゃんがお休みを発表した時にはちょっと寂しかったですが、ゆっくりできていますか？そんな真央ちゃんに質問です。お休みの日や家にいる時は何をしているんですか？そうですね、まあお家にいるときは、もうずーっと寝てます。寝て、寝て、寝てる。そんな感じなんですけど、朝起きて、朝ごはんを作って、テレビを見て、ベッドに戻って雑誌を読んだりしてるんですけど、まあ、お家にも雑誌がたくさんあるので、まあ、ファッション雑誌を読んだりとか、美味しいもの特集とか、そういうのを見て、ああここ行きたいなーと思って読んでるんですけど、結局行かずにその読んでる時間をこう楽しんで、美味しそうだなー美味しそうだなーと思って終わってしまうという、そういうパターンですけど、でもそれを楽しみに日々過ごしてたりすることもありますね。ラジオネームミッキーさん、ありがとうございました。続いては兵庫県神戸市、ラジオネームうさこさん、26歳女性の方からいただきました。真央ちゃんこんにちは。
前からとっても聞いてみたかったことがあったので、まおちゃんのラジオが始まると聞いて早速メールしてしまいました。まおちゃんの私服はどんなファッションなのでしょうか。まおちゃんがテレビに映るときはフィギュアのウェアや日本代表のユニフォームが多いので、いつも知りたいなと思っていました。私はお店なんかに行くと古着なんかも見たりするんですけど、一点物が多いんですよね、古着って。だからなんか世界に一つしかないのかななんて思って買っちゃうこともあるんですね。あとはまあアメリカとかから来る服も多くて、なんか彩りとかもすごく可愛くて、着てるだけでなんか華やかになるセーターなんかもこの前買っちゃったんですけど、名古屋だとよく行くセレクトショップがあって、なんか自分が本当決めれないなって思う時にはいつも本当に決めてくれるお姉さんがいるので、そのお姉さんに今日なんかいいのありますかなんて聞いて決めてもらうことが多いので、そういうなんか一つ行きつけのね、お店があると結構自分もコーディネートしてくれるので楽なのかなって思って、いつもそこに甘えて行ってしまいますね。ラジオネームうさこさん、ありがとうございました。皆さんもぜひお便りをお寄せください。お待ちしています。それではここで一曲お送りします。松たか子さんのレッドイットゴー、ありのままでです。このありのままでなんですけど、私姉の舞と一緒にこのありのままでをショーで滑ったことがあるんですよ。こう照明とかもついて、始まる時にこうシャボン玉をこう上に上げて、会場一帯がこう雪の結晶みたいに見えていたのがすごく幻想的で素敵でした。なんか姉妹の物語ということで、本当の姉妹でアイスショーで滑って、なんか姉妹愛をすごい感じました。それでは聞いてください。松たか子でレッドイットゴー、ありのままでです。住友生命プレゼンツ、浅田真央の日本スマイル。この番組では私浅田真央がインタビュアーにも挑戦します。お話を伺ったのは、日本を元気にするために頑張っている私と同世代の人たち。何を頑張っているのか、どんな夢を持っているのか、たくさんお伺いします。記念すべき初回は、私がマイクを持って宮城県気仙沼に行ってきました。私は初めて気仙沼に行ったんですけど、津波の威力で建物が全部流されてしまったんだなという印象を受けました。もうすぐ4年経つ今ですけど、こう一人一人がこう頑張って復興に向かっているんだなというのと同時に、まだまだこう復興していないんだなというのを感じました。気仙沼でお会いしたのは、被災地でボランティア活動をする気仙沼ゲストハウス架橋の代表、田中敦俊さんです。東日本大震災から4年、なぜ被災地にゲストハウスが必要なのでしょうか。それではインタビューをお聞きください。気仙沼ゲストハウス架橋の代表、田中敦俊さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。架橋はどんな活動をしているんですか。はい、私たち気仙沼ゲストハウス架橋は、東北の方にボランティアに来る方々が、滞在場所がないとか地域の方と交流できないっていう問題を解消するために、古民家を改修してゲストハウスの宿泊業を行っています。皆さんのこの架橋の活動を、住友生命さんと私が一緒に活動しているヤングジャパンアクションの対象に選ばさせてもらったんですが、はい、選ばれた時はどう感じましたか。はい、ですね、自分たちの活動っていうのはやっぱり支援する方を支援する活動なので、あんまりスポットライトっていうのが当たりにくい活動なんですよ。でそういったところを皆さんに表彰していただくことによって、今回自分たちもいろんな学生とまたさらにつながれたし、浅田さんと一緒に活動できて本当に嬉しかったなと思ってます。なんか田中さんがコマーシャルを見て応募してくれたって聞いたので、はい、すごく嬉しかったです。本当ですか。すいません、浅田真央さんのファンだったので応募したいなと思って、もし会えたら嬉しいなと思って、そうなんですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいアイディアだなと思ったんですけど、
こうもうすぐに思いついたんですか？いや、本当にいろんな方に支えていただいていて、うん、この家っていうのも地域の方々の応援があってこそで、自分はその皆さんの応援を一つの形につないだだけなので。いやいや、すごい行動力だなって思うのと同時に、こう今はこの気仙沼ゲストハウスで収録しているんですけど、私もなんか入った時にこうみんなで泊まれるすごい温かい家だなと感じました。ありがとうございます。本当に今も掘りごたつに入っているんですけど、うん、こういった感じで夜地域の方と外から泊まりに来てくださった学生、はい、あと自分たちで本当に夜通しいろんな話をして、震災当時の話からこれからどうしていこうかっていう話もするし、実際にここで仲良くなった地域の方と、その福岡の学生だったんですけど、うん、地域の方が福岡に行って、うん、で福岡で一緒に旅行をしたりとか、うん、次はここじゃなくてその地域の方のお家のところに泊まりに行ってたりとかっていう風にどんどんつながりが広がるから、自分は嬉しいなとは思っています。そうですよね、はい、新たな出会いもたくさんありましたか？はい、いっぱい今までですね、もう700人ぐらい来ていただいているので。あ、そうなんですか、はい、皆さんの人のつながりっていうのがどんどん広がるのは、うん、自分も見てて嬉しいなと思います。震災が起きてから、はい、もうすぐ4年経つ今ですけど、はい、こう田中さんから見て今の気仙沼はどのように感じていますか？うん、そうですね、やっぱりその復興が順調に進んでいるっていうとそうではないっていうのはあるとは思うんですけど、うん、まあでも少しずつ本当にこれから地方で応用できるような社会問題の解決方法の事例であったりとか、うん、毎日本当にいろんな方々が復興のために頑張っていらっしゃる、もう民間も公的なところももちろん皆さんそうなので、うん、まあこれから次5年目でどういうふうにいい形になっていくのかっていうところが、今ここで頑張っている皆さんと、うん、まあ自分も頑張りどころかなと思っています。うん、今日はこうしてみんなと一緒にボランティア活動という形で木を植えたりとかしてすごく嬉しかったんですけど、はい、田中さんはどうですか？はい、もう間違いなく気仙沼の方々って本当に来てくれるだけで嬉しいって言ってくれるし、はい、お昼ご飯を食べて美味しいですっていうのでも、うん、もう本当に多分皆さん嬉しいと思うんですよ。はい、ので自分たちもこれからまあもちろん学生もこれからもずっと関わっていくと思うんですけど、はい、もし機会があればまた浅田さんも植えた木を見に来てくださるとか、うん、美味しいもの食べに来てくださったら、はい、自分たちも東北の皆さんも嬉しいのかなと思ってます。そうですね、はい、なんか今日最初にお会いした時にもこう東北の方は皆さん温かいっていう風におっしゃってて、私も今回こうしてヤングジャパンアクションの企画でいろんな方とお会いしてこうすごく喜んでもらえたので、私もすごく良かったなと思いました。はい、自分たちも本当に今日一日楽しかったので、はい、ありがとうございました。はい、私も気仙沼ゲストハウスを応援していますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。宮城県気仙沼市にある気仙沼ゲストハウス架橋代表田中篤俊さんのインタビューを聞いていただきました。今回この田中さんと一緒に活動させてもらったのは木を植えるという活動なんですけど、まあ以前津波の被害でもたくさんの方がこう木に捕まって命が助かったという方が多かったということで、また木を植えようということでこの活動に参加しました。で、私たちが植えた木はリンゴ、桃、イチジク、ブルーベリー、梅、この5種類を植えました。で、私が植えたのは梅とブルーベリーなんですけど、今年の秋にはもう実がなるということで、なんか植えながらこう実りますようにって、早く大きくなりますようにって願いながら植えました。なので今年もまたこう秋ぐらいになったらもう一度伺ってみんなで実った実を一緒に食べれたら嬉しいなぁなんて思っています。浅田真央の日本スマイル、この後は皆さんから届いた30までにやりたい3つのことをご紹介します。までにやりたい3つのこと、浅田真央の日本スマイル。ここからは
皆さんに参加していただくコーナーです。このコーナーでは10代20代の皆さんには30歳までにこれだけはやっておきたいというようなことを、そして30歳以上の皆さんにはこれだけはやっておけばよかった、いや、やっておいてよかったというようなことを教えていただきます。それでは早速お便りを紹介しましょう。東京都品川区、ラジオネームさっちゃんさん、25歳からいただきました。まおちゃんはじめまして。私はまおちゃんと同世代で20代も半ばまで来ました。私が30歳までにやりたいことは、1つ、行きつけのバーを作る。2つ、スポーツジムに行く。3つ、一人暮らしをする。会社の女性の先輩が仕事帰りに行きつけのバーに行って考え事をしていると言っていました。私も一人でお酒でたしなめるような大人な女性を目指したいです。そうですよね。でも私もこう24歳なんですけど、こう行きつけのバーはなくて、いやむしろバーに行ったことがないという感じなんですけど、でも私もこう想像する大人の女性っていうのは、こう仕事終わりにこう一人で夜バーに行って一人で無言でお酒を飲むっていう感じが、そんなイメージなんですけど、私もちょっと一人でバーなんかにも行ってみようかななんて思っちゃいますけど、まあ、あとはそうですね、まあ、10代の頃なんかはこうスケートの選曲なんかの時にこう無理をして私は大人びた曲を選んでいたことがあって、なんか今その映像を見ると全然大人になりきれてない自分がいてちょっと恥ずかしいなって思うんですけど、なので今はそこまでなんか無理して大人になろうとか思わずに、まあそれこそありのままの自分で過ごせたらいいなぁなんて思っています。続いては千葉市、ラジオネームモンスター男子、23歳の男性からいただきました。30歳までにやりたいことというコーナーがあると聞いて、まさに自分のぴったりのコーナーだと思いメールしました。僕は今年の4月から社会人になります。30歳までにやりたいことは、気象予報士の資格を取る、車を買う、そして合コンに行く。気象予報士はずっと憧れているので資格を取りたいなぁと思っています。そして合コンに行ったことがないので合コンもしてみたいです。彼女を作って車でドライブがしたいです、ということでした。23歳私より一つ下だ。でも資格を取りたいってすごくいいなと思いますね。すごく先のことを考えているんだなって思います。私もこうスケート一筋でずっとやってきたので、今先のことを考えると何かこう資格を持っているのも一つのいいアイデアだななんて思いますね。あと私は車も買うということで、絶対に車はあった方が便利だと思います。どこに行くのにもこう車で行くと行動範囲が広がるので、私も車を買って正解だったなと思うので、モンスター男子さんにおすすめしたいと思います。モンスター男子さんは彼女を作ってドライブに行きたいということだったんですけど、私去年の夏に、ロサンゼルスのグリフィス天文台というところに行って、彼氏ではなくてお友達と行ったんですけど、本当にもうロマンチックで素敵だったので、ぜひ車で彼女と一緒に素敵な夜景のあるところに行っていただきたいなと思います。モンスター男子さん、ありがとうございました。さて皆さんも30歳までにやりたい3つのこと、ぜひお寄せください。宛先はこちらです。メールはマオスマイルアットマーク tbs.co.jp まで。お電話でお話ししたいという方は、お便りにお電話希望ですと書いてくださいね。お便りたくさんお待ちしています。
浅田真央の日本スマイル。そろそろお別れの時間です。来週は今週に引き続き気仙沼ゲストハウス架け橋の代表田中篤俊さんのインタビューをお送りします。また皆さんからお寄せいただいた30までにやりたい3つのこともご紹介します。メールはマオスマイルアットマーク tbs.co.jp です。さらにこの番組はポッドキャストの配信もします。今日の放送は次の月曜日に配信します。ぜひお聞きください。そして最後にお知らせです。この番組浅田真央の日本スマイルの公開収録トークイベントが開催されます。タイトルはスミセイライフフォーラム生きる浅田真央の日本スマイルトークライブ。若者の力で日本を元気にしようというプロジェクト住友生命ヤングジャパンアクションで出会った若者の皆さんやとっても素敵なゲストも登場します。日時は4月18日土曜日、会場は午後12時半、開演は2時です。場所は京都にある国立京都国際会館大会議場です。このイベントにリスナーの皆様を抽選でご招待します。京都に近い方もそうでない方もぜひ私に会いに来てください。詳しい情報は番組のホームページをチェックしてください。それでは来週も笑顔でお会いしましょう。浅田真央でした。住友生命プレゼンツ浅田真央の日本スマイル。この番組はあなたの未来を強くする住友生命の提供でお送りしました。